はい、どうもふめだよです。今回ですけれども、明日最新ガチャ情報解禁されるかなと思います。今現在ですね、セレクトボックスが、10月19日火曜日まで、開催されておりまして、まあ、それの前日にですね、まあつむつむのゲーム内か YouTube の公式チャンネルから情報が解禁されるというところかなと思います。まあ、YouTube もつむつむのゲーム内も、まあ、いずれもですね、まあ、出ない時もあるので、はい、まあそこはねわからないです。はい、でまあとりあえず、はい、その絵のまた前日ということで、明日ですね、まあ、情報が来るかもしれないというところになっております。で、何が来るかっていうところなんですけども、まずね、第2弾のピックアップガチャがまだ来ておりません。セレボはね、今はい、開催中なんですけども、はい、まだピックアップは来てないんでっていうところですね。ですけれども、この基本的にはマスカレード新ツムの確率アップが濃厚かなと思います。で、まあこれの確率アップが来るっていうところであればですね、明日の11時にここのバナーを、このね、上のバナーをクリックすると、まあこの画面が出るんですけども、はい、確率アップ予告がね来てるのかなと思います。来てなければ、もしかしたらピックアップとかセレボの、まあ、情報が来るのかなというところですね。はい、まあ、そんな形と思います。はい、まあ、ピックアップもね、まあ先日バハミの復活するんじゃないっていう、まあちょっと動画上げましたけども、まあ皆さんいろんな意見がありまして、まあ復活しねえよという声もありますし、意外と復活するんじゃないみたいな、まあ、そんなところもありますけども、まあ来たら来たらで引いて、来なかったら来なかったで、まあスルーできるんで、まあ三が日に向けてコイン貯めれるということで、まあどちらにせよまあいいんですよ引くか引かないかの選択肢がもう2択しかないんで、はい、それでいいんじゃないかなと思います。はい、まあ来てほしいけどね。はい、まあそれか三階セレボの方にしれっと入ってくるかもしれないけどね。はいまあそんな感じで、まあ動画としてはね、まあ一応最新ガチャは新ツム確率アップが来ると思いますので、まあ予想はいいかなと。ピックアップの予想はまた次回のガチャ更新の時に予想しようかなと思います。はい、てな感じで今回はこれで動画を終わりたいと思います。で、一応新ツムの確率アップ来てもですね、まあ基本的にする案件でよろしくお願いします。そこだけは徹底して三が日に備えていきましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日